とうとうたどり着いたか、AMS 諸君。運命の扉は開かれる。現在。というわけで、はじめまして、おはようございます。うめいと、ゼロです。ちょっと、前回なんだっけ？まるで中に招かれているようだ。生存者が出てこなかったせいで、最後のスコアがなかったんで、終わりの挨拶ちょっとできなかったんですけど、はい、このステージはゾンビではなくミュータントが相手となりますね。後戻りはできない、前進あるのみ。おお、まあ弱点はね、ゾンビと変わらず頭なのでね、確かね頭なのでねって言い切った後に実は間違ってたら困ると思って今確かって言いましたけどねなんだここは、お聞き覚えのある声、ナチュカジーノ、おお久しぶりやの。今回はちゃんと真ん中のも襲ってくるね。おっと2体が落ち、さばききれなかったか。さあとどめ、あいいね。さあ登っていきますよ。ふうふう、さあ来ましたよ最上階。待ちわびたぞ AMS 諸君。ゴールドマン、貴様は何をしているのか分かっているのか。全て承知の上、分からないのか。生物界のバランスを乱してきた人間、今まで自然界で人間本来が背負っている現在、生物界のバランスを守るため、人間の一つ上に生物を作り、さあ最後の戦いだ、生物界のいでよ新しき支配者エンペラー。もうちょっと字幕長く表示してくれませんかね。私は自然界の頂点に立つ者、人間を滅ぼす者、憎む者、私はエンペラー。というわけで弱点不明ということでラスボスです。行ってみましょう。一体どこが弱点なのかな、さっぱりわからないな。なんだ、止められなかった。コンティニュー回数まだあるよ、来てるやん。さて、なに、全然止められてない、これは。あ、嘘、ダウト？ダウト？なんか今変なの。これは今までのボスを模したと。
よし。一番厄介なのはあのタワーかな。口を開くのは一瞬だけだから。あ、しまった、弾切れだった今やってしもうた。ちゃんとリロードできてませんでした。ふう、怖いな。まあハイエロファントさんはね、胸パカパカしないのでね、今回は楽かなと。と言いつつやっちゃったけど。今のは初コンティニュー？ん？初ではない。何回かやってる。コンティニューもコンティニューと思ってる。うん。多分連打してるから死んだ瞬間にコンティニューしちゃってるんだ。くっ、防ぎきれないが、もうすぐやつのライフはゼロよ。もうすぐやつのライフはゼロよ。ゼロよ。よし。私は。読みたかった。いや、なんとなく言ってみた。へえ。これでクリアかな？ゴールドマン。エームズ職。これで全てが終わったわけではない。言いたいことはそれだけか。いずれ私の第2第3の後継者が現れるだろう。さらばだ AMS 諸君。字幕消えるの早い。ヒュー。終わったな、ジェームズ。自分は本当に正しかったのだろうか。わからない。が、その答えはこれから俺たちで見つけるしかない。人が生きようと思う意志がある限り。さらば、ゴールドマン。終わりました。いや、長く苦しい戦いでしたよね。厳しかったぜ。まあ前作ほどではないけどね。前作ひどかったよな、本当にね。危なかった。だって何回やってもクリアできなかったからね。てか最初のボス 2体目のボスまではなんとかいけたけど、その後が続かなくて、結局ね、あの裏コード使ってなんとかクリアっていうか、ちょっと裏技的なものを使ってたけど、最終的にはね、あの最終ステージでそうそうそう、トリガーハッピー弾無限化するコードを使ってね、あえてリロードしないで普通にそのまま打ち続けられるっていうねのを使ってたから、なんともね、あれはちょっと惜しかったなと思ってるね。もう前作苦戦しすぎたせいで今作の話一切出さずにもうエンディング終わりますけどね。ずっと前作の話。さあ、どのエンディングが大団円だね。Thank you. やったぜみんな。エンド。ランク4、ランク7。はい、というわけで戻ってまいりました。タイトル画面。今作はこれにて終了となります。多分ちゃんとね、収録されてるはずなので、今回こそはこれで終了ということでね。次はね、次回作行きたいと思います。まあ、私の多分パソコンのスペックの問題だとは思いますが、ちょっと白くチラチラしてることはあると思いますが、そこら辺はまあ目をつむっていただいてね。とりあえず、今作はこれにて完結ということになります。HD 収録するとね、なんかね、白いチラチラが映るんですよね。てなわけで、ゼロさんもなんか挨拶あります？いや、特にはない。じゃあ終わりますか。うん、ここまでご視聴本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ではね。